休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。次は小川美佐子議員。2010年3月定例議会に無所属の立場で個人質問いたします。質問の順番を入れ替えたり割愛するものがございますことを了承ください。まず平和都市宣言啓発事業についてですが、今年20周年という節目の啓発事業として記念碑作成の具体的な内容はどうなっているのか、鹿児島市大空襲などもありますが長崎原爆展がメインなのか、被爆者の体験談、本市が作成している被爆体験者の証言ビデオは現在どのように活用されているのか、約464万円予算化されているのなら、その一部で原爆被爆体験を描いた映画や一人芝居の講演などはされないものか、あえて戦争を扱った映画紹介をさせていただきますと、故黒木和夫監督の戦争レクイエム3部作トゥモロー、美しい夏霧島、父と暮らせば、同じく黒木監督の遺作となった戦争映画で鹿児島の田舎が舞台の神谷悦子の青春、スティーブ・岡崎監督の広島長崎、釜中ひとみ監督の被爆者など、すでに 私たちが自主上映できたほどですので、そう経費はかかりません。夏休みなら原爆アニメはいかがでしょう。また戦時中の食事料理の紹介など、戦時中の暮らしを知るワークショップやイベント、また子どもたちに平和をテーマに描いてもらった絵でポスターフラッグ垂れ幕などを作成するなど、平和都市宣言事業も他の施策のようにもっと発表の場を増やし参加体験型にしていかなくては、平和の思いが心に刻まれないのではないか、ご見解を求めます。以上まとめて答弁ください。松山総務局長。お答えいたします。平和都市宣言啓発の記念碑につきましては、市内の小学5、6年生および中学生から募集した標語や作文等の入賞作品を掲載した南から平和の願いという記念作品集を作成し、小中学校等に配布することとしております。経費につきましては募集にかかる費用を含め約180万円を見込んでおります。啓発事業につきましては、毎年戦災と復興写真展を開催しているほか、懸垂幕の掲示や作品募集で入賞した標語のポスターおよびステッカーの作成などを行っているところでございます。今年は本市が平和都市宣言を行って20周年にあたることから、これらの取り組みに加え長崎市と共同で長崎原爆展を行うほか、先ほど申し上げました記念碑や平和都市宣言ポスターの作成も予定しております。長崎原爆展ではその期間中に長崎平和推進協会の会員である被爆体験者の方に講演をしていただく予定にしております。また本市が作成した原爆体験談ビデオにつきましては、毎年開催している戦災と復興写真展で上映しておりますが、原爆展においてもその活用を考えているところでございます。また原爆展では会場の一角にビデオ上映コーナーを設け、原爆の被災記録や被爆体験を継承するため制作された映画やアニメーションなど原爆に関連するビデオを随時上映する予定でございます。22年度は例年実施している啓発事業に加え、長崎原爆展の開催や記念碑の発行など事業を拡充して実施することとしておりますので、お正しのことにつきましてはご提言として受け止めさせていただきたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました
被爆者証言については長崎平和推進協会の方が鹿児島にいらして講演くださることは歓迎いたしますが、10代という少女時代に今の鹿児島女子高校から女子挺身隊員として長崎に動員され被爆された方なども鹿児島市にいらっしゃいます。その方たちの貴重な証言も同時に聞かれてはどうでしょうか。要望しておきます。映画については原爆展会場の一角の上映コーナーに加え、やはり別途会場を設けての映画上映、また一人芝居コンサートなどを開催し、平和の尊さをアピールしてほしいと思います。先ほど紹介させていただいた映画に加え、故今村翔平監督の黒い雨、故黒澤明監督の8月のラプソディ、新藤兼人監督の原爆の子、故土本範明監督のビデオ絵本広島のピカなど、原爆を扱ったメジャーな映画は数えきれないほどあり、こちらも少ない経費で上映も可能です。平和都市宣言啓発を開催するにあたって、環境フェスタなどのように市民参画で実行委員会を重ねたら、その経過の中でも平和への思いが醸成され、平和事業464万円がもっと有効に使えると考えます。今回の企画は15周年記念の時と同じ記念作品集の作成に180万円とのこと、20周年になるから何かしないわけにはいかないしというおざなり感が拭えず、戦争が風化していくように色褪せても見えます。もっと熱い思いで市民に伝えるという積極的な姿勢で望めないものか、繰り返しますが、若い世代に語り継ぐという意味も含め、もっと企画段階からワークショップを開くなど、市民参画で創意工夫された平和事業に取り組んでいただくことを強く強く要望しておきます。次に子どもの施策に関する質問に入ります。新規事業として開催される環境子どもサミット、子どもミーティングの趣旨、対象年齢、テーマ、回数、期待される効果、以上まとめて答弁ください。松永市民局長。お答えいたします。子どもミーティングにつきましては、これからの鹿児島市を担う子どもたちに自由な発想で夢やアイデアを語り合っていただき、その意見提言を市政運営の参考にしようとするものでございます。対象年齢は12歳から18歳までの中学生高校生を考えており、テーマは特に設けず、本市のまちづくり全般について意見交換会を4回開催する予定にいたしております。効果としては、若い世代の方々のまちづくりへの関心が高まるとともに、市政への参画意識の高揚が図られるものと考えております。以上でございます。川原環境局長。お答えいたします。環境子どもサミットは、時代を担う子どもたちが環境問題について話し合うもので、対象は小学校高学年から中学生を考えております。サミットは12月中旬に開催し、テーマにつきましてはその前に数回実施するワークショップの中で決定する予定でございます。効果といたしましては、子どもたちが環境に関する問題点とその解決策について話し合うことで、具体的な行動に踏み出すきっかけになるものと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。次の世代を担う小学生中学生が主体になってワークショップを重ね、環境問題についてテーマを絞り込んでサミットを開催する、あるいは中学生高校生がまちづくりの全般について自由な発想で夢を語り、市政に参画するという取り組みは大変評価できます。またその成果に期待します。次の質問ですが、子どもというのは実に多くの権利を持っていながら、それを認識できないでいる子どもたちが多いようです。数日前にも児童が親から虐待を受けているとの通報がその近所の方からあり、青少年課に問い合わせてみると、早速ケース会議を開いてくださったとのこと。子どもたちがどのような権利を持っているのか、子どもたちだけでなく大人にも学んでほしいわけですが、本市では子どもの権利条約をどのように教えているのか、生命生存発達の権利、意見を表明する権利、差別の禁止、子どもの最善の利益の確保など、子どもの権利条約に基づき子どもたちが自分の有する権利を知るために配布されている冊子を使うなどして、子ども会議の開催はされないものか、以上答弁を求めます。
石踊教育長。お答えいたします。子どもの権利条約につきましては、社会科の基本的人権に関する学習で、また教職員には校内研修等で、さらに保護者には家庭教育学級等で取り扱うよう学校へ指導しております。本市で作成した子どもの権利条約の冊子につきましては、12年度から各小学校へ配布し、21年度も活用されており、さらに22年度からは電子データで配布し、活用を図る予定でございます。次に、子どもたちが自分や他人の権利を守り、いじめのない望ましい学校づくりなどについて積極的に意見を表明する場として、学校では児童会、生徒会活動の中で行っており、また本市では中学生弁論大会や明るく楽しい学校づくり市民大会などの中で実施しているところでございます。以上でございます。小上作議員。ご答弁いただきました。環境やまちづくりのように子どもの権利をテーマにした会議を開催していただくよう要望しておきます。10年間配布されてきた子どもの権利条約の冊子は21年度で廃止され、22年度からは電子データを各学校に配布されるとのこと。これまで冊子が配布されていることをご存じでない校長先生に出会ったこともありました。PDF 化されたデータを自由にプリントアウトして活用くださいとの声に、どれだけの学校や教師が取り組むことでしょう。疑問です。大きく後退したと言わざるを得ません。この件の取り組み状況は次の機会に伺うことにいたします。子どもの施策の最後に、新規事業子育て支援情報システム整備事業について以下3点お尋ねいたします。1点目、新たに取り組むホームページ作成は既存の子育てガイド的なものか、病後児保育や子育てサロンなどはどうなるのか。2点目、インターネットによる施設予約は健やか子育て交流館に限るのか、キュートピアとの連動で他の施設の予約はできないのか。3点目、ホームページの閲覧、施設予約など QR コードを利用して携帯電話からのアクセスは可能か。以上まとめて答弁ください。松本健康福祉局長。子育て支援情報システムについてお答えいたします。ホームページの内容としましては、子育てガイドに掲載している情報に加え、健やか子育て交流館でのイベントや母親クラブなどの子育てに関する団体の活動を紹介するほか、電子メールによる育児相談にも対応することとしております。施設予約につきましては、公民館や公園などの施設の予約ができる障害学習情報システムキュートピアネットを活用し、交流館の会議室や親子キッチンの予約をできるようにするものでございます。携帯電話からのアクセスにつきましては、市民サービス向上の面から QR コードの利用についても検討することとしております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。若いママやパパはパソコンも固定電話も持たない人たちも増えている現状があります。 QR コード利用も導入されるようですし、また今までのシステムがさらに拡充されるようですので期待したいと思います。次に、子ども施策として本市で行われているママのホットスペース、すくすく親子教室、発達相談会、親子ひだまり発達相談についての事業内容と効果、そして利用状況をお示しください。またこれらの事業に従事している心理相談員の報酬、交通費の処遇について、以上まとめて答弁ください。松本健康福祉局長。ママのホットスペースは、産後うつなどの心の不安を抱える母親を対象に、心理相談員や保健師等が個別相談に応じるもので、すくすく親子教室、総合発達相談会、親子ひだまり発達相談は、発育発達の機になる子どもとその保護者を対象に、医師や心理相談員等が相談や支援を行うものでございます。
これらの事業により育児不安の軽減や発達障害の早期発見、早期支援につながっているものと考えております。利用実績は本年1月末現在の延べ人数で申し上げますと、ママのホットスペース170人、すくすく親子教室1244人、総合発達相談会90人、親子日だまり発達相談201人となっております。なおこれらの事業に従事する非常勤の心理相談員の21年度の報酬につきましては、1日勤務は7時間で6790円、午前勤務は3時間30分で3400円、午後勤務は4時間で3880円となっており、交通費は支給していないところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。少子化時代にあって育児不安の軽減や、また発達障害の早期発見支援につながっているなど、いずれも専門家による大切な相談事業だと思いますので、処遇の改善を求めておきます。新たな質問に入ります。本市における非正規雇用の処遇と完成ワーキングプアについて、臨時非常勤職員の働き方の定義、条件、役割についての見解、全職員に占める非正規化率、過去の雇用実績と比較してその割合の増加の推移、鹿児島市の非正規雇用者の雇用形態別内訳、職種別内訳はどうなっているのか、以上答弁を求めます。松山総務局長。臨時職員及び非常勤嘱託職員の定義、役割等でございますが、臨時職員は主に臨時的補助的な業務を行う職として、また非常勤嘱託職員は主に特定の学識経験を要する職務を行う職として、それぞれ地方公務員法の規定に基づき任用しております。また臨時職員の任用期間は最長1年間となっておりますが、非常勤嘱託職員の任用期間は1年で、再度の任用も可能でございます。企業を除く市町事務局等の平成21年4月現在の臨時職員及び非常勤嘱託職員の割合につきましては、職員数が正規職員約3860人、臨時職員等約990人、計4850人となっておりますので、臨時職員等の占める割合は 20.4% で、前年と比べ 1.6 ポイントの増となっております。また雇用の形態別内訳は、臨時職員約440人、非常勤嘱託職員約550人となっており、職種といたしましては、臨時職員は事務補助員のほか清掃作業員、土地区検査補助員など18職種、非常勤嘱託職員は高齢者福祉相談員、廃棄物監視指導員など各種の相談員各種の相談員や指導員のほか、手話通訳者など119職種でございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。本市の臨時職員等の占める割合は 20.4% で増加傾向があり、18職種を臨時職員、119職種を非常勤嘱託職員が担っているとのこと。非正規の臨時職員の賃金、非常勤嘱託職員の報酬はどのようにして決められているのか、その根拠、また近隣の自治体の民間の賃金水準と比較した場合の鹿児島市の水準はどうなのか、また民間の場合はパートタイム労働法が適用され、雇用期限の定めがなく更新を繰り返している場合、パート労働者であることによる賃金や福利厚生面での差別的取り扱いは禁止されており、簡単に解雇することもできず、労働契約法などの労働審判法も適用されるわけですが、自治体の非正規雇用者は守られることなく、低賃金や短期契約による雇い止めの不安、研修の機会もなく、地方自治法において
においても非正規雇用者には諸手当を支給する規定が設けられていないという現状がありますが、その不備を補うべく条例や要項で適正化が図られているのかどうかお示しください。また本市の非正規で働く専門職の方々の勤務時間、報酬の基本的考え方、その水準の妥当性、非正規職員の経験能力を加味した処遇の見直し、賃金アップなどを検討すべきではないか、通勤手当など諸手当についての実態と考え方、非正規職員の意見や要望についてはどのような方法で把握をされているのか、また本市で保健師、看護師、助産師、栄養士、臨床検査技師、歯科衛生士などの専門職種が非常勤として配置されている基本的な考え方、非常勤嘱託職員の月額が 職種によって現行月額にかなりの違いが見られること、報酬引上げは評価するものですが、今年4月改定月額を見ると引上げ額にかなりの格差があるのはなぜか、以上まとめて答弁ください。松山総務局長。臨時職員の賃金や非常勤嘱託職員の報酬につきましては、これまで職員の給与改定の状況や他都市の状況等を参考にしながら決定をしてきております。また今市に隣接する8市町と時間単価を比較いたしますと、事務補助員の賃金につきましては本市が765円、8市町の平均が676円で、本市が89円上回っております。また事務嘱託員の報酬につきましては本市が1013円、8市町の平均が792円で、本市が221円上回っております。なお、民間の賃金水準につきましては、本県の経済団体が平成20年度に実施した調査によりますと、事務・販売系のパートタイマーの平均時間単価は755円となっております。身分や処遇についてでございますが、その任用根拠につきましては、いずれも地方公務員法に基づいているほか、勤務条件につきましては勤務時間や任用期間にもよりますが、一般的には労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの適用を受けております。また具体的な事項につきましては、臨時職員は規則で、非常勤嘱託職員は条例、規則及び要項で定められておりますので、これらによって身分や処遇は保障されていると考えております。次に、保健師などの専門職の非常勤嘱託職員につきましては、1日あたりの勤務時間に応じ、7時間30分、7時間、4時間、3時間30分という4つのパターンに分けて報酬日額を定めております。また、保健師の非常勤嘱託職員は、事務補助員と比較して時間単価で約 27%、日額で約1600円上回っており、その経験や能力は一定考慮しているとともに、本年4月からはさらに報酬日額を約 3% 引き上げる予定といたしております。諸手当につきましては、臨時職員については規則に基づき時間外勤務手当および夜間勤務手当を支給するとともに、本年度から期末手当を支給しているところでございます。また通勤手当は支給しておりませんが、公共交通機関の運賃が引き上げられた際には、その引き上げ分を加算して賃金改定を行うなど、一定の配慮をしてきたところでございます。非常勤嘱託職員につきましては、地方自治法の規定により手当の支給が制限されておりますが、一定の要件を満たす者に対しましては期末手当相当の謝金を支給しているところでございます。臨時職員と非常勤嘱託職員の意見や要望につきましては、業務に関することを含め雇用している所管課の方で話を聞くようにしておりますが、勤務条件に関するものにつきましては人事給与担当課が報告を受け、対応が必要なものについては検討するようにいたしております。最後に、非常勤嘱託職員の月額報酬の改定についてでございますが、月額で報酬を設定しているいわゆる常勤的な非常勤嘱託職員につきましては、これまで
既存の類似職種を参考にしながら職種ごとに報酬月額を設定してきたことから全体として報酬額が細分化された複雑な体系となっております。これを解消し合わせて処遇の改善を図ることを目的として本年4月から専門性、職責、困難性および勤務特性に応じて4つの種別に分類し種別ごとに報酬額を設定いたしますので現行額が新たに設定された額に近い職種とそうでない職種との間で引き上げ額に差が生ずることとなったものでございます。以上でございます。松本健康福祉局長。専門職種を非常勤として配置している考え方でありますが本市の各種保険事業は特定の日に実施するなど恒常的でない事業が多くまた業務によって従事する職種や人数等が大きく異なることから効率的に実施するために必要な非常勤職員を配置して対応しているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。4月改定月額の引き上げ額に見られる格差はこれまで細分化され複雑な体系となっていた報酬額を解消し専門性、職責、困難性及び勤務特性に応じて4つの種別に分類し報酬額を設定したためと理解できました。さらなる見直しでは交通費相当の借金が支給されるよう要望しておきます。今回は触れておりませんが指定管理者制度や民間委託などアウトソーシングされた職場で働いている人など低賃金問題もあります。価格競争が激しくなり労働の価格破壊が生まれてまさに完成ワーキングプアとしての働き方が危惧される時代です。今回私が完成ワーキングプアと題して質問するに至ったのは自分の労働時間を切り売りしてあちこちと走り回り劣悪な労働条件で希望を感じることもできない本市の非正規雇用の方々から相談を受けたからです。例えば先に質疑を交わした保健所の専門職の方は育児に疲れ切って産後うつで心を病んでいるお母様たちの相談に乗り心の拠り所になっています。専門職を生かされ県の非常勤では専門性を加味した処遇で働いておられるとのことで市のまるで有償ボランティアのような扱いに対し所管下で処遇改善を訴えたにもかかわらず親身に聞いてもらえなかったとのことです。また後継者を育てる提案も却下されたとのことでお母様たちに惜しまれながら辞められたのです。このような鹿児島市の財産とも言うべき相談事業のプロたちを複数失ったことは残念ではでなりません。このような事態を招いたのは非正規職員の意見や要望を訴える窓口がないからではないでしょうか。公共サービスの質の維持向上ができるのでしょうか。相談事業にマイナスをきたすと考えられますがご見解を伺います。以上再質問いたします。松本健康福祉局長。保健所における非常勤職員の方の中には毎年夫の転勤や親の介護などにより雇用の更新を希望されない方もありますがその年度において必要な人員は確保できているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。お伺いしたかったのは女性が頑張って資格を取って自らの資質の向上スキルアップをして自分の時間を切り張りして働いてそれでも経験や能力を加味した処遇でないことをきちんと相談できる窓口がないということは本市の公的サービスの質が維持できないのではないかと危惧されるからです。そのことをお伺いしたかったのです。所管課が実態を把握しようとする姿勢がないことがよくわかりました。非正規で働く方々の相談窓口を設置していただくよう要望しておきます。新たな質問に入ります。利用者の多さを誇る男女共同参画センターサンエールの利用について以下お尋ねしてまいります。まず託児室利用についてですが現行の実施日実施内容対象費用
注意事項についてお示しください。つい先日のフリーデーにあたる土曜日の午後の出来事です。2人の保育士担当者が1人のお子さんを広い託児室で遊ばせていました。託児室の外では3人の幼い子どもさんたちがたくさん並んでいるおもちゃを羨ましそうに眺めながら一緒に遊んでほしそうに入り口のガラスに顔をペタリとくっつけて見ていました。その子どもさんたちはサンエール登録団体であるお母さんたちの子どもで、親の話し合いに退屈している様子で託児室に入ったそうでした。託児室の中で遊んでいる子どもは1人のみ、保育士担当は2人。そこで私はその保育担当の方たちに、3人の子どもたちも託児室で遊べないのかと伺うと、託児室利用案内という文書を渡され断られました。ではおもちゃだけでも貸してもらえないかと交渉すると、それもダメ。それで1階の受付に行き、担当職員に事情を話してみましたが、読書をしたりパソコンをしたりしている方のお子さんは預かるが、それ以外はダメと固くな。ではおもちゃだけでも貸してもらえませんかと改めて交渉するも、紛失の恐れがあり一度許すと前例を作ることになるからダメ。今までに何度となくサンエール利用者の方々からサンエールの託児室利用に関するクレームを訴えられてきましたが、その実態がよく分かった次第です。幼い子どもさんたちに説明のしようもなく、堅くなな運営に怒る利用者の声を実感しました。そこでお尋ねしますが、利用者の声、要望に沿った柔軟な運営改善はできないものか、以上答弁を求めます。松永市民局長。男女共同参画センターの託児所を利用できる者は、センターが開催する講座と及び行事の参加者、並びに託児フリー日におけるセンター利用者でございますが、これ以外に研修会等を開催する団体等は、託児室の運営に支障がない場合に限り、託児室を専用利用することができます。なお、託児フリー日は毎週水曜日、土曜日、および第2、第4木曜日でございます。託児の対象は、生後6ヶ月から小学2年生までで、費用は無料でございます。利用時の注意事項としては、託児中の館外への外出の禁止、お迎えの時間の厳守、おやつや飲み物、おむつ等の準備等について、協力をお願いいたしております。次に、利用者の声としましては、センターに来館された親子連れの方々から、託児フリー日には利用対象者以外の方を受け入れてほしい等の要望がございます。このことにつきましては、お預かりするお子様の安全を第一に考えるとともに、託児室のスペース、託児者の人数などを考慮し、運営に支障がない場合は、柔軟な対応ができるよう検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。託児室利用は柔軟な対応に改善くださるとのこと。外から羨ましそうに眺めていた幼いお子さんは、退屈で小研修室を出たり入ったりしていて、ついにあの重たい扉に手を挟んで水道で指を冷やす羽目になってしまいました。あの時柔軟な対応を取っていてほしかったと悔やまれますが、速やかに改善していただき、広報していただくことを要望しておきます。次に、3階の自習コーナーと交流スペースについて、そもそもの利用目的、開設から10年の経緯、利用状況をお示しください。また本市の自習コーナーを設置している他の施設、男女共同参画の交流スペースを設置している他の施設をお示しください。自習コーナーが拡大し、交流スペースの利用者が遠慮がちに使用しなくてはならないサンエールの実態など、多数寄せられている声を受け止め、改善されるべきではないか、以上、教育長の考え方をお聞かせください。石踊教育長。お答えいたします。3階の交流スペースは、団体や受講生などの交流を目的に設置されたものでございます。当館は障害学習と男女共同参画推進の複合施設として開館したことから、団体や個人がそれぞれ交流や学生の自習など、
異なった目的で産科医を利用しているためトラブルが発生したこともございました。そのためこれまでに一部を自習のできるスペースとして仕切るなど対応してきたところでございます。しかしながら現在は自習目的で利用する学生が多いのが現状でございます。次に自習のできるスペースを設けている施設は公民館をはじめいろいろな施設がございますが、男女共同参画のための交流スペースを設けている市の施設は 3L だけでございます。次に交流スペースの利用につきましては、交流と自習のそれぞれの立場から声があり、両方の希望に対応することは困難な面もございます。しかしながら交流スペースにつきましては団体等の交流が本来の目的であることから、今後登録団体等と協議するなどして改善策を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員、ご答弁いただきました。 3L にしかない唯一の男女共同参画のための交流スペースについて早速改善に向け協議をされるとのこと。 3L 利用者利用について最後の質問になります。印刷室はその日に申し込んで使えますが、研修室などはそういうわけにいかず、予約のキャンセルなどによる空き部屋の当日利用申し込みに対する根強い要望があります。交流スペースも遠慮しなくてはならず、空き部屋を当日申し込みもできず、レストランや 3L 外のファミレスに行かれる登録団体の利用者もいます。ぜひ施設の有効利用という視点で改善いただきたいのですが、いかがでしょうか。以上答弁を求めます。石踊教育長。お答えいたします。利用申し込みにつきましては、現在は審査が必要なため利用日の前日までに申請していただくこととなっております。今後はキャンセルなどによる空き部屋を有効に活用するために当日利用の申し込みにつきまして規則改正を含め検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員、ご答弁いただきました。空き部屋、 3L の空き部屋利用の当日申請については規則改正を含め改善くださるとのこと。改善点は情報誌ステップなどで広報いただくよう要望しておきます。新たな質問に入ります。孤独死を出さないための施策について、本市で孤独死ゼロを目指すための市長の決意、意気込みをまずお聞かせください。森市長。小川美佐子議員にお答えいたします。我が国におきましては高齢化や 各家族化の進行等に伴いまして、一人暮らしの方々や高齢者のみの世帯が年々増加しており、地域から孤立した状態で亡くなられる事例が発生していることは私も痛ましく思っているところでございます。孤立死を未然に防ぐためには、地域において社会関係や人間関係が築かれ孤独に陥らないようにする必要があり、そのためには家族の絆や地域社会において支え合い助け合う共助の取り組みが重要であると考えております。本市におきましては、これまで民生委員やボランティアによる見守りや声かけ活動、また緊急通報システムの設置や福祉館等々を拠点とした地域福祉活動など、一人暮らしの高齢者等に対する各種施策に取り組んでいるところでございます。今後においてはこれらの取り組みのネットワーク化をさらに進めるとともに、22年度から新たに閉じこもりがちな高齢者等に対し地域の協力を得て集中的に声かけ活動などを行う強化月間を設け、これらの方々の社会参加を促すなど孤立を防ぐ取り組みを進めてまいりたいと考えております。小川美佐子議員。市長の心強い決意を答弁いただきました。早速ですが、本市の孤独死された方の実態、推移、年齢、性別、生活保護所世帯かどうか、以上答弁を求めます。
松本健康福祉局長。本市において警察からの身寄り確認の問い合わせや民生委員からの連絡等により把握している孤立死は平成19年度5人、20年度3人、21年度は2月末現在5人でございます。これらの方の年代は40代2人、50代3人、60代5人、70代2人、80代1人で、男女別では男性が9人、女性が4人でございます。なお、このうち生活保護の受給者は5人でございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。警察民生委員からの連絡で把握されている孤独死された方の数の少なさに驚きます。私でさえ元ホームレスの知人を通してですが、昨年夏からこの冬にかけて半年ほどで鹿児島市内で5人の孤独死に遭遇しました。そのうちのお二人は遺体の損傷がひどく近所からの通報で分かったもので、いずれもホームレスから生活保護を受けられた方です。当然南署からの連絡が入ったと考えられます。またどの方も高齢者ではありませんでした。孤独死は大きな社会問題なのですから、未然に防ぐためにまず実態把握の努力を要請しておきます。また昨今最後のセーフティーネットと呼ばれる生活保護事業の現状と課題は山積みですが、生活保護受給者の真の自立を支援する本市のケースワーカーの仕事内容、本市の受け持ち世帯数の実態として最高受け持ち人数、ケースワーカーの充足率はどうなのか、また受け持ち数が国の標準基準80世帯を大きく上回り100世帯前後であったり、大変なケースを抱え疲弊するケースワーカーの実態を認識しているのかどうか、以上答弁を求めます。松本健康福祉局長。ケースワーカーは家庭訪問や面接による生活実態の把握や資産状況、扶養義務者の状況等を調査するほか、生活の維持向上、自立助長のために必要な指導助言を行っております。受け持ち世帯数が最も多いケースワーカーは集合住宅に受給世帯が集中している地区を担当していることから、本年1月末で128世帯を担当しておりますが、全体のケースワーカーの月平均は89世帯となっております。本年1月末までの月平均世帯数である9209世帯の場合、国の標準配置数で算出しますと115人となり、現時点でのケースワーカー数の割合は約 90% となります。ケースワーカーにつきましては前年度の受給世帯数の状況により年度当初に必要な人員を配置してきておりますが、昨今の厳しい経済雇用情勢により受給世帯数が増加してきておりますので、受け持ち世帯数は年度当初より増えている状況にあります。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。集合住宅に集中している地区は物理的に時間は稼げるとしても、1月末で最高受け持ち数が128世帯というのはいくらなんでも多すぎます。国標準の 1.6 倍です。ケースワーカーの充足率は 90% のことですが、 100% を目指していただきたいと要望しておきます。ケースワーカーの方々の仕事は実際に大変な暮らしの方たちに直に接する責任の重たい職務です。そこでベテランケースワーカーから若手ケースワーカーに経験や知識を継承する養成講座のような学びの場は設定されていないのか、また新規事業である生活保護高齢者世帯専任支援13人の嘱託員配置の狙い、期待される効果は何か、以上答弁を求めます。松本健康福祉局長。新任のケースワーカー等につきましては、生活保護制度やケースワーカーの心得等についての新任者研修会を開催しているほか、県社協などが実施する研修会等に参加させ、必要な知識を習得させております。また、係長職の査察指導員等が日常業務の中で訪問に同行するなどして、
指導助言を行い、支出の向上に努めているところでございます。次に高齢者世帯専任支援員の配置についてでありますが、受給世帯の増加に伴う事務量の増大に対応するとともに、自立が可能な稼働世帯へのケースワーカーによる自立支援の取り組みを充実するため、保護第一課と谷山保護課に生活支援係を新たに設置して、高齢者世帯のうち生活状態が安定している世帯や長期入院入所世帯を専任で担当することにしたものでございます。その効果としましては、嘱託員が高齢者世帯の一部を担当することで、稼働能力のある者がいる世帯等に対するケースワーカーによる自立支援の取り組みを充実できるようになると考えております。以上でございます。小川美佐子議員、ご答弁いただきました。生活保護高齢者世帯専任支援13人は社会福祉士など専門職だと伺っていますが、孤独死を防ぐ意味においても大変画期的な事業だと評価いたします。新任とりわけ若手ケースワーカーの資質向上はさらなる努力を要望しておきます。先の代表質問に答弁されたように、今のところケースワーカー増が見込めないのであれば、高齢者に特化するのではなく、知的、精神、身体それぞれに障害のある受給者の専任支援も必要不可欠です。取り組みの強化を要請し、次の質問に入ります。例えば元ホームレスだった方々が、お金と畳だけではなく生活の質を維持していくための相談支援の施策、孤独死を防止するための支援の内容の充実はもちろんですが、支援専門家育成がどうしても必要な時期になっていると思います。以下確認の意味でお尋ねいたします。1つ目、路上公園だけでなく車上暮らしなども含めたホームレス状態からの生活保護申請と開始の件数、その推移と実態。2つ目、再犯再路上化逃亡孤立自殺孤独死防止のための居宅支援の充実として、どのようなケースワークを行っているのか、以上答弁を求めます。松本健康福祉局長。ホームレスの状態にあった方の生活保護の申請件数と開始件数について、平成18年度以降順に申し上げますと、平成18年度78件、74件、19年度128件、127件、20年度184件、179件、21年度は1月末までで173件、165件となっており、増加傾向にあります。元ホームレスの生活保護受給者につきましては、まずは安定した居住場所を確保するとともに、規則正しい社会生活を営めるようにすることが必要であると考えております。このためケースワーカーは住宅を確保させ、定期的に家庭訪問をするとともに、計画的な生活ができるまでは保護費を窓口で分割して支給するなどして、できるだけ地域や社会とのつながりが持てるように指導しているところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。21年1月末までの約4年間で563人のホームレス状態の方々が保護申請され、545人が決定、年度末は派遣切りなどで増えると予測されます。昨年私たち NPO の炊き出しに参加した新規ホームレスの方は、1月2月の倍の保護決定でした。もしかして今年もそうだとすれば、この4年間で約600人のホームレス状態の方々が保護されるということになります。お伺いしたい1点目、私自身もケースワーカーの方々と類似した忙しい日々を送る中で、一人一人の事情、ケースに合わせたマネジメント、生活指導の大変さと必要性をひしひしと感じておりますが、具体的にはどのように取り組んでおられるのか。2点目、生活保護受給者の仲間づくり、地域社会での暮らし、カミングアウト、生きがい、
仕事探しへの継続的支援には相談機能が欠かせないと思うのですが、どのような支援をされているのか。3点目、ホームレス生活を余儀なくされた経験のある方たちの中には、大変リーダーシップを発揮される方が何人もいらっしゃいます。年金が入るようになって保護はやめ、小さな事業を始めている方、あるいは毎日のように早朝から自転車で走り、そして夜回りをして相談などに乗っている方、アルコール依存症など精神疾患のある方たちの見守りをされていたり、高齢ながら大家さんのお手伝いをされている方など、ホームレスは怠け者という社会の偏見を返上する働きが見受けられます。彼らにはホームレス当事者だったという経験を共有しているからこそ理解できることが多々あり、ホームレス当事者のや元ホームレスの方たちに慕われています。ホームレスの方の病状が悪化しているのを胃の一番に知らせてくれるのも彼らです。そこでもしケースワーカー増が見込めないのであれば、孤独死を未然に防止するために元ホームレス状態にあったという生活保護の開始者同士で問題解決法を探ったり、安否確認をしたり、よりきめ細かな相談体制を整える意味での共に助け合うシステム、ピアカウンセリング体制の制度化はできないものでしょうか。以上まとめて答弁ください。松本健康福祉局長。元ホームレスの受給者に対しましては、個々の事情に応じて、臨時の家庭訪問も行うなどして、健康状態の把握や金銭管理を含めた生活指導助言などを行っているところでございます。受給者の中にはいろいろな悩みを抱えている方もおられ、健康に不安のある方には保健師や医療機関のソーシャルワーカーと、多重債務を抱えている方には消費生活センター等の専門機関と連携しているほか、高齢者には地域包括支援センターとの関係機関とも連携して対応しているところでございます。また稼働能力のある受給者に対しましては、就労支援による相談、ハローワークへの同行訪問などを行い、早期就労に努めております。元ホームレスの受給者の方々が仲間同士でカウンセリングを行うなどして支え合うことは必要な面もあると思いますが、行政が制度化して行うことは受給者のプライバシーの観点などから難しい面があると考えております。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。一人一人の金銭管理、健康状態の把握などのマネジメント、きめ細かな対応には感謝いたします。それでも受給日には毎回受給されたお金を脅し取られて水ばかりを飲んで生活していたり、部屋中ビール缶だらけとかの連絡が私のところへも絶えず入ってまいります。路上生活者、つまりホームレス生活者の方の6割が何らかの精神疾患を抱えているということが、昨年森川水明医師らが池袋周辺で行った実態調査で明らかになっています。短時間の面接でケースワーカーの方々が多数の受け持ち世帯を抱え、また面接などで精神疾患の有無を把握することは困難な場合もあると思います。ぜひ障害者専任支援を要望するとともに、元ホームレス生活者のプライバシーを配慮したピアカウンセリング支援など本市独自の施策を検討くださるよう要望しておきます。さて、あるホームレスの方が保護の再申請の直前に中央公園のベンチに腰掛けたまま亡くなっていたとき、ポケットの名刺で連絡が来て本人確認ができたという例がありました。孤独死は突然の出来事です。まさかの時、また急病で入院することになった場合、そんな時に誰に入院保証人になってもらえそうか、貴重品がどこにあるのかなど、突然だからこそ困ることがあります。そこでお一人様の安心手帳、いざ時ノートのような、いざという時に役立つ記録のできるノート、あるいは電話番号や記録表をトイレや台所、玄関に貼っておくとか、持ち出し可能なタオル、肌着、洗面具なども含めた備えが独居の場合は必要だと考えますが、一頃大流行した早々をメインにしたエンディングノートではなく、事故や病気での突然の入院の時、意識がなくなった時など、まさかの時に慌てないで済む備えの指導や啓発が必要だと思いますが、以上考え方をお示しください。
松本健康福祉局長。一人暮らし高齢者等の対策としましては、現在緊急通報システムにおいて、緊急時の家族や近隣協力者の連絡先、かかりつけ医などの健康に関することや血液型、また聴力や視力などの身体状況等のデータを集積し、緊急事態に対応していることや安否確認などを行う訪問給食などを実施しておりますが、一人暮らし高齢者等の対策につきましてはお触れになりましたことも含め、今後とも各面から調査研究してまいりたいと考えています。以上になります。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。自分の存在、立場を本人が客観的に把握するということは精神的自立の基本です。備えあれば憂いなしかもしれませんが、私も独居老人予備軍としていざときノートをそろそろ準備しておこうと思っています。当局におかれましてもぜひ調査研究され、孤独死の未然防止につなげていっていただくことを要望しておきます。今年の冬は深い雪の日があったり、とりわけホームレスの方々にとっては厳しい寒さの応える冬でした。お正月は年に一度家族が集まって過ごす人が多いとき、橋の下や桟橋などで一人寒さと空腹に耐えて年を越すのがもし自分だったらと想像し、いても立ても立っても折れない気持ちで始めた越冬炊き出しも今年で4回目を数えました。教育会館の玄関の屋根の下をお借りして、大晦日には年越しそばとぜんざい、元旦にはきねでついたお餅を一個ずつ焼いてお雑煮炊き出しをしています。今年は当事者の方々を超えるボランティアの方々が協力くださいました。特にホームレスの方たちの健康状態を兼ねてから気にしてくださっている生協病院の先生方、また私立病院の部長先生のご家族や外科を開業されている院長やそのご家族など、医師の方たちのボランティアが多かったことにも感謝している次第です。今後孤独死を未然に防止するために、まず市民にできる支援を広げ制度につなげていけたらと願っています。孤独死を出さないための施策に関する質問を終わり、最後の市営墓地使用状況などの新規調査事業について質問をいたします。鹿児島は全国でも最もお墓を大事にし、聖火が一番飾られている県だと伺います。それでも名義の一致しないお墓があるのだと今回の施策で知りました。そこで以下2点。1、墓地台帳と名義人が一致しない墓石が現時点でいくつあるのか、その数と、2、名義不一致の墓のお墓の解消の具体的な内容と今後の取り組みを簡潔にお示しください。以上答弁を求めます。川原環境局長。お答えいたします。市営墓地における墓地台帳と墓石の名義人が一致しない区画は約4400でございます。名義不一致墓解消についてですが、業務委託によりまして文書を墓に前置きし差し置きし、現在の使用者に来帳を求め、そして必要な手続きの指導を行い、正しい名義にすることによりまして適正な墓地管理に努めようとするものでございます。以上でございます。小川美佐子議員。ご答弁いただきました。墓石の名義人が一致しない区画が約4400という数に驚きました。自分の子孫に供養をされていないご先祖もあるということなのでしょうか。大変な作業が始まるのでしょうが、一日も早い適正化のために頑張っていただきたいと思います。以上をもちまして私の個人質問をすべて終わります。以上で小川美佐子議員の個人質疑を終了いたします。
ここでお諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、明日に宴会いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、明日は午前10時から会議を開きます。本日はこれにて宴会いたします。